はいどうも皆さんたち、ミタです。ようやく見つけたエンド要塞。ワクワクドキドキしながら中に入ったけど、何時間経ってもポータル見つかる気がしない。そんな経験ありませんか？はい。統合版って稀に、ポータルが生成されない要塞あったりするから、なおのこと疑心暗鬼になって辛いですよねー。かっこジャババンは知らんけど。精神攻撃はごめんこうむります。どんな手を使ってでも白黒つけたいあなたへ。今日は、コマンド使って要塞を丸裸にします。でもお高いんでしょ？いえいえ、今ならなんと、コマンドブロック2個になります。おお。そのまま真似すればいけます。それではコマンドやっていきましょう。まず、実績を解除したいワールドでは使えないので、丸裸にしたいワールドをコピーしてください。コピーしたワールドへ入ったら、コマンドブロックの使い方。これテンプレを作りたいので、ちょっと早口ですがご覧ください。コマ風呂の下準備です。まず、コマンドブロックを入手します。そしたら設定から、コマンドブロックが有効になってるか確認。収集がつかなくなった時は、ここをオフにすれば止まります。使うから、オン。これは、コマンドでも切り替え可能。フォールスがオフ。使う時はブルーで。コマ風呂のログの消し方です。フォールスでオフバイ。作りますよ。では始めましょう。コマンドブロックを設置します。タッチして、まずはここ。衝撃を反復に変えます。レッドストーンは必要のままで OK。そったら、入力するとこ行って、スラッシュ、エクスキュートの、アット P。これコマンドブロックに一番近い人が実行者になるってことですね。一人なら問題なし。そして統合版は結構、スペース省いても大丈夫な部分が多いので、どんどん繋げていきます。いきますよー。続いてはこの記号。カレットと言います。カレット3つ入れて、その後ろに32、フィル。この記号はチルダ。マイナス16を3つ。たら次は、チルダ15、を3つ。スペース。エアー、スペース、0、スペースの、リプレイス。スペース、ストーン、これで OK。空気ブロックで、置き換えます。石の上に、ってことです。閉じて、次のコマンドブロックを設置。1個目の矢印の先に置いてください。こいつは、チェーンに変えます。レッドストーンは、常にアクティブに設定。入力欄行って、さっきのコマンドまるっとコピー。からの、ストーンの後ろに、ブリックを付け足します。これで、要塞の石レンガも一緒に消せるとです。コマンドブロックはこれで完成。そしたらコマンドが実行されてるかわかりやすいように、レッドストーンランプとレバーを設置。レバーオン。お前はすでに、消えている。あたた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 。石と石レンガを、目で殺してます。ほーら、足元を、見てごらん。それが、あなたの、エンドフレームポータル。見つかりましたね。おめでとうございます。でもこれ空気に変えてる範囲が、すごく広いので、とても重たいかもしれません。だって今これ、一回のコマンドで塗りつぶせる、上限の32768個。限界ギリギリまで攻めちゃってるんです。こんだけー。すごく、大きいです。こりゃ重たいわ。そこで消去範囲を減らす方法も伝授します。動けないくらいやばい時は、コマンドブロックを無効にしてみて。調整方法はコマンドブロックの、カレットとかチルダの後ろの数値。これらを全部半分にすると、だいぶ楽になると思います。
反対側も同じように半分に。するとどうでしょう。だいぶ軽そうでしょ。それもそのはず、 32×32×32 あった範囲を 16×16×16 にしてるので体積は8分の1になってます。あ、これは虫食いレンガですね。こいつは残しとくといいです。要塞もろともなくなったら行方不明になってしまいますからね。目印も必要です。お、そんなこと言ってたらエメラルドブロック発見。ここ鉱山バイオームだったんですね。こうして見ると意外とありますね。あー、いけない。ついこうやって寄り道してしまう。私の動画には無駄が多いって社員に怒られたばっかりなんです。詰め込みすぎて。あー、スポナーも見えますね。これなんでも見えちゃうんじゃないですか。ダダダダイヤです。これは大きい。良い交渉。6個6個。はい、というわけで、2個目の技いきましょう。トライデント使います。簡単です。コマンドブロック開いて、アット P の P を E に変えてください。で、この後に、ブラケットことカッコカッコ、タイプ、イコール、スローン、アンダーバー、トライデント、カッコカッコを閉じて、あとは、カレット3つを全部、チルダに変えてください。これで完了。チェーンの方にもコピーしたら、あとは、トライデント投げるだけです。あ、すでにえぐれてるのは気にしないでください。トライデント投げたら、軌道上の石ブロックと石レンガを空気に変えます。投げられたトライデントがコマンドを実行してるんですね。いやー、楽しいですねー。突き刺さったトライデントを消したいときは、このキルコマンドを入れてあげるとよかです。トライデントだけを狙い撃ちたいならこっち。はい、というわけで、たった2個のコマンドブロックで、要塞のエンドポータルを、10秒で見つけられる技でした。それじゃあまたね。バイなら、バイなら、バイなら。